はい、久しぶりに食べる、鮭のカス煮です。この辺私子供の時からよく食べてましたけど、昔はしょっぱい荒巻き鮭で作ってたんで、ちょうどこう鮭カスで煮てもいい感じにだったんですが、今のあのあんまり塩のない鮭でやると美味しくないので、ちょっと塩足してって言って、はい、作ってもらいました。いただきます。昔の味がするか。の、近い、いい感じ。美味しい、昔の中でも美味しい酒粕みたいな。酒粕、酒の粕に。はい、それで今日は珍しく、マルエフっていう、新しいというか缶ビールになった復刻版じゃないですか。昔売ってたんだって、いただいてみます。スーパードライの方がうめえな。好みだからね。いろんな味、はい、今日バーバーは 黒ビール。まだ飲む？はい、これ姪っ子の旦那さんが作ってる、どこだっけ、長野野沢温泉、アングロジャパニーズブルーイングカンパニーってとこのビール。はい、全部長い名前じゃん。黒は飲んでなかったな、これ。まあ、さっぱりだな、これもな。はい、コクがね。あ、できた。あ、これと続けちゃダメだ。はい、で酒粕、鮭の酒粕煮の回でした。鮭の酒粕煮。はい。おしまい。